大理です。今日はですね、釣り道具をいろいろ見て買い物していこうかなと思って、普段よく行く釣り具屋さんに来ております。こちらでいいです。アングル浜田店ですね。こちらの方に来ております。ちょっとね、どんなものがあるかちょっと今から入ってみようと思います。行きましょう。はい、まずはリールです。リールこれめっちゃでかくないですか？これそれ何釣るやつですか？これはあのカゴ釣りですね。あのよくやるあのカゴ釣り用のでかいやつ。リールね、あの番号があるんですよ。こうやって4000、こうやって多分5000番とか。リールの大きさですね。なんでアジングとかマンナとかはちっちゃい1000番とか2000番とか使ったりしますし、まあこういうカゴ釣りになったら5000番とか4000番とかでかいやつ使うようになってます。ここはカゴ釣りのよく使う浮きですね。こういうタイプって安いんですよ。これ500円とかなんですけど、見にくかったんですよね、この間。細すぎて。ここの羽がでかくなってるやつが高いんですけど、値段は見やすいんで全然値段違う。1680円。海で見えないですもんね。そうそうそう、こういうのが見やすいです。めっちゃ大ヒットとかじゃないこれがいいと思ったけどめちゃくちゃ高い。また違う機会にします。ドーン、いいコーナーですね。いいコーナー。最近ね、ヤリイカとか釣れてて、もうそろそろね、アオリイカがね出だしてるみたいなんで、エギおすすめですね。楽しいです、エギ。やっぱこれ いろんなエギがあるんですよ、メーカーごとに。こうね、これはドローフォローとか、ここデュエルとかね。おすすめどれですか？おすすめはカルティバ。カルティバのドロー4。何ってね、かっこいいんですよ。めっちゃ綺麗だし、リアルだし、かっこいいんですけど、ただかっこよすぎてあまり投げる機会がないっていう、引っかかったりやなんでなんで一番よく使うのはこれかな、ヨウズリさん。めっちゃ安いんですよ、値段が全部。いっぱい釣ってきたんで、これでおすすめですね。うん、まあ、今だったら 3.5 号ですね。これがこれ何ですか？野猿。昔おったでしょ、そういうグループが。このエギとは別でアオリとかするやつなんですけど、ここに生きたアジをつけるんですよ。で泳がせる。浮きがこうね、浮きつけてて、浮きが沈んだらイカが抱いたってことなんで、竿をこう立てて、ここに引っかかるんですよ、イカが。で泳がせ釣り。ああ、イカのイカバージョン。そうそうそう、イカバージョンの泳がせ釣り。こんなも今後ね、やっていきます。これはやばいな。次元が違うな。これすごくないですか？イカ。イカもどき。イカっぽい感じの。え、なんだこれ、トップウォーターかな。あの 100g とかでもトップじゃない。沈むやつだ。沈むやつですけど、多分ヒラマサだと思います。さすがにこんなの。それとまあこれはまあ人をこうドキューンのやつですね。ルアーですね。でね、これからの時期にやっていこうと思ってるんですけど、あのシーバス釣り、シーバス釣りとかに使うやつですね。でルアー見るときなんですけど、95とかあるでしょ。95、これ90とか、これが9センチってことなんですよ。このルアーの長さ 9.5 センチとか、この S っていうのがシンキング。なんでこれ全部沈むやつですね。投げて放置してたら沈んでいくのがシンキングの S で、逆にこれ F じゃないですけど、フローティングって書いてありますけど、フローティングとか F って書いてあるのが浮くタイプ。投げたら水面に浮いてて、巻いたら潜っていくやつ。水面ギリギリだったりとかっていうのを狙いたかったら、このフローティング、中層とかそういったところを探りたかったらシンキングとかヘビーシンキングとか、いろいろあるんで、そういう表記が全部してあるんで、なんでまあそんなのでルアーを選ぶといいですね。で日中とかまあこういうバイブレーションとかが鉄板ですね。おすすめ、こういうのスピンテールジグって言うんですけど、このジグみたいなのにキラキラするプレートがついてるやつでスピンテールジグって言うんですけど、これがね結構ねおすすめです。夏場とか結構これね釣れました。それはあれですか、光ってるからですか？うん、そうそうそう、光を反射させて遠くの魚にもアピールしてみたいな。結構いろんなもの釣ってきましたね、スピンテールジグ。結構万能ですね。あとはね、あ、これこの間紹介したやつですね、極みの疑似餌。
この辺だったらワームですね。ワーム系。これがジギングのジグですね。20g とか 30g とか重さが違うんですね。この辺でよく使うのは 40g ぐらいです、まあ、このぐらいが一番無難ですね。よく使われるとてか、このカラーすごいな。めっちゃリアル。これからがなんかシーズンらしいんですけど、メバルこれから連れ出すみたいなんで、ただ今年ねあんま良くないみたいなんですよ。この辺りはメバルが釣れてないみたいなんですけど、メバリングとかするのはこういうワーム。これね色がね一つずつねすごい若干ちょっとずつ違うんですよ。これとこれとこれとかもすごいちょっとずつですよ。こういうのでお好みの自分の好きなやつ選んでもいいし、定番の晴れの時はこれとか濁ってる時はこれとか、そういうのあるんで、もうそれに合わせて買ったりとかでもいいと思いますし、それはお好みで。めっちゃ可愛いですよ。って目ついてます。食べれそう食べるグミ今開けないでこの辺は、まあ、ライフジャケットだったりだとか、長靴ね、長靴とか、これ自分持ってるんです。同じやつ持ってるんですけど結構便利ですよ。 この辺は小物入れですね。ちっちゃい針だったり、もうねルアーとかもね結構あるんですよ。なんかルアーのそれぞれ分けて入れるやつとかあるんですけど、結局ね釣りしてたらねそんな細かくこうしまうことってあんまないんですよ。こういうのにバーって入れる方が釣りしてるときは楽っす。だからこんなんね、こんなんになんかいちいちこう入れたりとかするんでめんどくさいね。青かったときに先にキャップついてるでしょ。でキャップがしょぼかったりとか、キャップ自体なくしちゃったりとかっても結構あるんですけど、これつけてたら安心っすよ。竿先折れたりしないんで移動すると。自分も結構全部これ買い揃えてつけてるんですけど、竿の太さによって大きさが違うんで、まあ、それ選んでもらって。こんなん便利です。すごくないですかこれ。指サック初めて見た。虫触るのが嫌な人がつけるやつ、初めて見た。こんな小物もあったら便利ですよね。これ針外しかな。でこの針外しもねいろいろ種類あるんですけど、おすすめこの先が長い方がおすすめですね。魚の口の奥とかに引っかかること多いんで、こういう長細いやつの方がいいですね。欲しいですか。いやいやいや欲しいですか。とんでもございません。欲しいですか。とんでもございません。欲しいですよ。欲しい釣りをこれから始めたいとか、わからないけどとりあえず釣り行ってみたいみたいな人におすすめな竿がいっぱいあるんですよ。めっちゃ安いんですよ。竿とリールがセットになってるとか、最近こういうのが多いんで、この2000円ですよ。2000円で竿とリール、ちっちゃいお子さんとかも家族でできますね、うん、こういうのはね始める、これから始める方はとりあえずまあこういうのから始めた方がいいかもしれないですね。ここは餌ですね。エビちゃんがいっぱいです。一周魚さん、これあの巻き餌、巻く餌に混ぜたら魚を寄せる力が増すみたいな収魚剤っていうんですけど、この間混ぜてましたね。そうそうそう、まあ、この間ボツってカップになったこうキビナゴ、キビナゴとかね、こんな穴釣りとかねよくするんですけど、サバとか、まあ、今度ねこれあのカメラマンがサナギ食べてみたっていう企画をやろうかと思ってるんで、うんうんじゃないこれめっちゃ安いですよ。264円なんだけど、これ何するものか分かりますこれ。これね、カゴ釣りとかするときにエビをこう掴んでこう入れるんですよ、カゴにこう、うん、手が汚れない、手が汚れないっていう。ちょっと帽子いいな、帽子。もうこんなんとかエギングしとる人だけじゃないですか。草刈りっすか何お魚外しとか。おお、なるほど。スライドさせたら、うん、こういうのを準備してこうか、こういう状態にしてここにこう引っ掛けてピーってスライドさせたら魚が外れる。すごい、初めて見た。まあ買わないですね。あとねこんなも便利ですよ。竿につけるんですよ、こうやって。自分前もつけてたんですけど、これを竿につけてでここに針を引っ掛けれる。だから移動するときとかこんな感じで、うん、これもね結構便利です。
はい、というわけで、今ね店内いろいろ紹介してみたんですけど、どうでしたでしょうか。釣りされない方も来てみたら意外に面白いものとか見つかったりするんで、意外に楽しんでいろいろなものも置いてますし、よかったらぜひこちらのアングル玉田店さんなんで、来てみてください。はい、というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。